リオン師匠の、深釣りぼりー。リオン師匠、こんにちは。はい、こんにちは。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。最近はこう、ルアーの、カラーとか。うん。いろいろ釣りの話が。うん。多かったんですけど、うん、その釣り方とか。今日はちょっと、いつもと。違う趣向の、面白い質問来てまして。うん。うん 質問者の方がですね、うん、シーパスを狙いにサーフにエントリーしたそうなんですねサーフサーフにしたらーサーフに着いたらこう丸スズキの匂いを感じたとおすげえでおこれはと思ってキャストしたところいきなり3本釣れたそうなんですね、うん、でこういう風に釣り場についてこう海からこう魚の匂いを感じるみたいなことって 本当にあるのかというか、これって単に思い込みなのか、その時感覚が研ぎ澄まされてたのか、なんかもし、レオン師匠、こういう体験があったら教えてくださいという質問です。いいねー。なんかその魚釣り、うん、ザ・ザフィッシング、なんか、なんだろうね、もう俺たちが生涯かけてハマっちゃって溺れ込んでるその釣りという。 遊びの中であの何だろうな、まあ、自然の動物相手、えー、天然自然相手じゃない僕たちって、はい、そんな中でともすればそういう認識に陥るというのか何だろうなその科学的な証明って ほぼ難しいけど間違いなくなんかこうそういうのあるよねーのうちの一つだよねそれねそうですねうんで経験あるかないかと言われればサーフではないけどねいくつかの場面で経験してるねおお<ー>あのね明確に感じたのはあのバスフィッシングね死にやってるときだねはい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 うん海でもあるようん、うん、あるけど 海で感じたときとバスで感じたときの一番大きな差はね、えー、まあ、広島県、山口県にいくつかあるリザーバーで僕が感じたことなんだけど、はい。あの、もろにバスくせえと思ったよね。ああ、もう釣り場に着いたときですか。うんうん。ボート出して、ああ、ボート出しはいはいはい。エレキ踏んで、はい。 ずーっと岸辺をこうまあまず竿を持ったままエレキ踏んでずーっとこう岸見ながらううん雰囲気見ながら流すじゃんはいいきなりなあの初期の頃はもうとりあえず出したらすぐもうずっと投げてたけどうううんうん、うんある程度分かってくると要所要所で投げるようになるよねなるほどうんまあサイトフィッシングの場合はもう見つけてから投げるんだけどサイトでなくてもその現場の雰囲気を感じながらあここは投げよう ここは投げる必要ないなっての、だんだん、その、なんだろうな、精度が上がっていくよね、釣りっていうのは。うん。まあ、そんな感じで流していって、あるワンドに入ったときにね、まず思ったのが、あれここめっちゃ釣れそうと思ったのね。うん,う,んうん。で、釣れそうだなと思った瞬間によぎったというか、感じたのが、 バス臭いもんと思ったよその時。おお<ー>。あのブラックバス特有の匂いってあるじゃん。はい。確かに濃厚だったのその匂いが。うん。れそうって「あれこれなんかバスの匂いがするな」これひょっとしたら密度高いんじゃないかっつったらねほんとそこのワンド大爆竹したのよ。おお<ー>。だからそれくらいなんだろうねやっぱりこう釣り人になって。 真剣、まあ、真剣って言ったらいいのかなそれなりにこうやり込んでいくと五感って研ぎ澄まされていくのはもうごく当たり前だと思うのね、うん、で今はほらじ事になったから鼻も敏感じゃなくなっちゃったけど <laughs> 当時は若いからさ五感がやっぱり全部がピンピンだよねまだ、あ、新しくってね、うんうん、その時はねもう間違いなくバスの匂いを感じたし それを一度感じると、今まではそのほら、経験値が薄いから、匂ってても分かんなかったんだよ。うんなるほど。でもその一発目で、あれこれちょっとバスの匂いがきついなと思って、爆聴してから以降は、何度かあった。へえ。ー。うん、あの、なんだろうな、いっぺん体験しちゃった、成功しちゃった、あの実績出ちゃったとなると、 あのそこの神経ってなおとんがるだよね。ねうん <laughs> やっておうよね。<laughs> <laughs> 匂いしねえなあみたいな。でも、匂いがしなくても釣れることはたくさんあったけど、うん、バスくせえと思った時は大抵釣れたね、それ以降はね。お<ー>うん、で、じゃあ一方、転じて海でどうなのか、シーバスでどうなのかって言ったら、実はあるんだよ。お<ー>で、この場合はね、 モルーシバスはい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 。ただ、あれなんか今日海が釣れそうな匂いがするなと思ったのよ。うんうん。シーバスの匂いいではないんだな。バスの方が匂い強いからねシーバスより。うん。そのせいかもしれないし、それじゃないのかもしれない。そこはほら、あの科学的に証明できるような世界じゃないし、科学的に証明して。 しようとかしてもらおうとか、そんなこと一切ありまないただ、なんか釣れそうな匂いするよねって思ったらね、その時シーバスめちゃくちゃ釣れたんだよね、本当。えっ、ー、と、堤防の先端からだったけど、最一番小さくて70センチ。すごいすごい。大きいのが84ぐらいまでを。 5本6本立て続けにその堤防の先端で立ち位置そのままで。おー爆調ですね。爆調だよね爆調と言っていいよね移動しながらの56、はい、本はあってもね、うんうん、なかなか立ち位置変えずに川だったらあるんだようん、うん、あの汽水域から川を登ってくるシーバスをその明かりがついたら橋桁なんかで待ち受けてて登ってくるやつを次々打つってのはあるけども。 なかなか港で堤防で立ち位置そのままで5匹も6匹もっていのはなくはないけどザラにはないよね。うん、だからやっぱね濃厚だったんだよシーバスの気配が。うん、でこの質問者さんの質問にで改めて僕が思うのは果たしてそれがシーバスの匂いだったかどうだったかって考えたときに、はい、バスで感じた時のような シーバスの匂いというよりは、あのロケーションによる環境の匂いだと、じゃないかなと思ってる。ロケーション、なるほど。定かじゃないよ。定かじゃないんもん、うん、誰も証明できないから、<laughs> 多分だから、環境、ロケーションの匂いって何なのっつったら、なぜそこに、その時ねに6本撮っ,ったんだけど、はい、6本で飽きちゃって。 <laughs> これもういいやんなってあの他の釣りしらしたからメバルに集中するとかアジに集中するとかシーバスよけて釣ったから6本で終わってんだけど、あのー、見る限り十何本ぐらい見えたんだよね<ー>、うん、だから続けてればずもっと釣れたんじゃないかと思うんだけどそれだけのシーバスが立ち位置改善で釣れるだけ密集してた理由ってキューベンなんだと思う まあやっぱり特にシーバスとかフィッシュイーターで考えると餌がね集まってるとかそれしか考えようがないよね、うんうん、産卵関係で集まってるんだったら基本連発したいもんな <laughs>、うん、で休みに来てるやつは一杯いても食わないよな <laughs> そうですねうんバタバタっと釣れる時って完全にフィーリングに入ってるよね、うん、で集まる理由って 10匹30匹集まってるってことは餌が大量にあるから集まってるんだよね、うん、そうするとその餌がたくさんいますよだからシーバスもたくさん集まりましたよなぜ餌がたくさんあるか例えばその餌が小魚だったとしましょうかはい、えー、それがイカナゴでもいいしキビナゴでもいいし小アジでもいいし小イワシでもいいよねうんなぜベイトのフィッシュがたくさんそこ集まってるのかうん これプランンクトンの存在だよね、はい、動物性プランクトンがそこ大量にいるから小魚が集まるわけじゃん。うん、なぜ動物性プランクトンがそこで大量に増えてるかって言ったら植物性のプランクトンが大量にそこに発生したからだよね。はいっていうのが多いよね。全部,、うん、全部が全部いつもがそうじゃないけどなぜ植物性プランクトンが大量発生したかって言ったらこれ多分に雨の影響を受けるよね。うん 地表を張って海に流れ込むその水に植物性プランクトンが大量に含まれててその匂いを駆けつけて動物性プランクトンがわっと集まるわけじゃない。うん、これを相対的に見て、えー、港へ着いて車を降りて道具支度して水辺に近づいた時にふわーっと香る香りが。 その状態を表すトータルな環境の匂いじゃないかなと僕改めて今質問に対してこうイメージしてるのよ。なぜその相対的な匂いだって言うかというと特別鈴木臭くなかったから。でも明らかに嗅覚に訴えかけてくるなんか連れそうっていう感じがあったからうん、うん、そうなんじゃないかなと推理してる、ね。うん うん、一方、じゃあなんでバスとかシーバスなのって言われたときにメバルやアジってあんまり匂わないよね、そこまで。うん、確かに。だからこれは個体差のせいかなと思うと、どうなんだろうな、でも同じ空気感、湿度とか、その大気の匂いい、確実になるよね。ありますね。うん、だって 護とか堤防に行って香る匂いと街中の匂い全く違うからねうん明らかに潮の匂いがするしその潮の匂いも乾いた匂いも湿気た匂いも特別なんかあれだよねあの例えば岸沿いに青さがたくさん茂ってるとか本俵がたくさんあるとか天狗さがたくさんあるとかで匂い変わるんだよね季節で。はいうん、ななんんかそんなことのね どこ何がとはっきりはしないんだけど釣れるターゲットが集まる要素を解析分析するとその釣れる要素であるベイトが集まるそのベイトが湧いた理由は例えば雨水に由来するプランクトンの増加と動物性プランクトンの増加とかこう一つにリンクした時にあの発生するから。 多分ね、メバルを爆聴した時もアジを爆聴した時もシーバース爆聴した時も振り返って思えばおあのし収穫だけで判断するならばほぼ同じ匂いにしてたんじゃないかなって気がする。うーん、なるほど。うん。気がするね。バスははっきり言ったよな。血のくせえと思ったことあるのかな くせなな網臭いはあるよ。おお、網ですか。網臭いはある。割りかなこと。<ー>何のにおいみたいな。ジャーっと網が痛くなる。へぇ<ー>。で、テーブルの上から見るから分かんないんだよ。はい,はいはいはい。なんだこれと思ったら。で、テーブルの上からこう仮面見ると、明かりに、で、 風がなくて水面がピタッと平らな時に水面がこう何だろうなこうちりめんみたいにじゃッーなってて時々チャッてなんかなるんだよ <laughs> う本んに神経集中してみないとわからないぐらいで僕経験があるから堤防の階段を降りていって海面近くまで行ってこうやって海面見てたらめちゃくちゃ網がいるのよはい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 で時々あの メバルとかアジとかなんだろうと思うんだけど下からパッと突き上げるんでキャッって逃げてんだよ網が。でその時には匂ったから釣れるっていう感覚はなかったこう振り返って思ってるだけで、うん、その時に思ったらこんだけ網がいてジャッと追っかけてるから絶対爆釣するよってあの女爆釣だよね。 うん、でも振り返ってトータル的に思うのにやっぱりそういう状況下では釣れるからこの匂いがしたら釣れるなっていうのはかなり高確率でハマるんじゃないかな。うん、網の匂いは歴然と感じたしなんとなく、えー、全ての五感で感じる視覚聴覚聴覚はまああの。 ちちっちゃな網が水面とと出る音とかねあるいはそれを捕食してるアジのピチャッピチャッっていうあの捕食音。はい、でこれがメバルだともう少し音が大きいんだよね。うんうん、で吸い込み音がじゃなくてあの尻尾の音が入るんだよねメ,ルメバルの前バシャッって。あなるほどでこれがシーバスがベイトを食ってる時は。あの ガボッととかかバフとか言うね、うん、口がでかいから当然それは聴覚で捉えるフィールドの状況で目ではこうピシャッて出るのが見えるそのピシャッと出方も何、えー、だろうな水面で何かが餌食った時にバフッーバスが吸い込む時に口しか出さずに吸い込んでるケースが多いんだけどメバル で高確率であの水面のベートを食うときに水面まで体出ちゃってるんだよ。うんで下手すると全身出ててこうなってバシャッと戻っていく。で大型のメバルだとここでズバッと吸い込んで反転するから尻尾で最後バシッと打つんだよね。うんまあ、ちょっと匂いの話じゃなくなってるんだけど。 ライズの出方でメバルのサイズが分かるようになったら、ずっとやってたら。<laughs> おお、すごい。これはでかいと分かるわけですね。パチャパチャあ、これ20センチ前後や。尻尾がバシャッと、あ、これ尺ある。とかね。<laughs> で、かばあ、これはでっかいメバルに見せかけて全部整合だとかね。<laughs> <laughs> 分かるようになって,いて、まあ余談の話し,しちゃってるんだけど。うん ああのあると思います。結論でで、言うと。でうん、匂いだけじゃなくて五感全部大,大事視覚聴覚嗅覚 <laughs> あと何だろうなは肌感ああそうですね、うん、いやまあ自然が相手生き物が相手のうスポーツであり遊びでもあるのであの五感の発達ってすごく重要だし僕,、ね、僕自分が今じじいだからよくわかるんだよ久兵衛。キューベおう 何がわかるかっつったら、はい、明らかに君たちよりも二十代たよりもその五つのセンサーね、はい、五感間違いなく落ちてるんだよね。ああ、なるほど。うん、ただ経験でカバーしてるだけなんだよね。うんうん、うん、うん。だから若いうちはね、あの五感磨いた方がいいよ。圧倒的に釣れるようになるから。<laughs> ああ<ー>。ただこの五感には頭がついていかないといけない。 そんなことないだろうと勝手に思い込んでるからみんな。いやシーバスの匂いなんかするわけないじゃないかって見てる人の中で思ってちゃう。<laughs> まあいいよ, <laughs> まあいいよ <laughs> シーバスの匂いじゃなくてもいいじゃない。釣れる匂いっていうのがあるんだよ。うん、ないとは言えないでしょみんな。で僕は経験上釣れる匂いがした記憶はもうね結構数知れずあります。うん キューーどうですか <laughs> いやある気がしますね磯とか行った時にまあ多分磯だと事前にどれぐらい雨が降っててこうなんかその、ねうん、それ蒸発する匂いとか多分そ自分の経験の中にいろいろ多分あこの時釣れたなって多分記憶があって同じ匂いがするとるやっぱ多分あこれはみたいなそうなんであの釣れたタイミングのフィールド状況が,、うん、状況が匂いとともに蘇ることあるよね。 そうなんですよ、ね、多分それで自分の中のデータベースから引っ張り出されてあこれ釣れるかもって思うのかな <laughs>、うん、あるあるすごく大事あとそうだなせっかく匂いの話が出たので、はい、ついでに言っとくねはいあのー、何度かあった質問なんだけどチヌ釣ってシーバス釣って すごい美味しいやつとめちゃくちゃまずいやつといるんですけど、あの、どうしてでしょうとか。見分け方とかですかそう、見分けつきませんかって質問 <laughs> はい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 。これね、すっごい簡単。はい。連れて、おっ、いい形してんな、このチームどうしようと思ったら、によって。おお<ー>あのね、まずいやつは必ず。 まずい匂いする。美味しくない匂いする。調理して美味しいやつは、美味しそうな匂いする。<laughs> これね、ほぼ間違いない。<laughs> よく嗅いでみた方がいいってことですね。もうね、やってみてごらん。あのやらないからみんな気が付かないだけで、やったらわかる。<laughs> もうあ相当明らかだから。だから、あのほんまかって疑ってる人は、えー、メバルが数釣れる、アジが数釣れる、キヌシーバスが釣れるで、 ま,まずそうな匂いのやつと美味しそうな匂いのやつを1匹ずつ持って帰ってほん <laughs> でまず刺身で食ってで塩焼きして食って煮つけにして食ってもうね顕著だから <laughs>、うん、それぐらいあの匂いって、ね、生き物と命と環境と僕たちの生活と釣りと必ずリンクしてくるのであのとてもいい質問していただいたなあと思ってますはい。 いやなんか普段と違う感じの質問でしたけど、とても面白かったです。ねえ、こうい,、はい、こう,いう質問をウェルカムです。もうこの面白い質問、どんどんしてください。はい、皆さん、ぜひ、こんなことを聞いてもいいのかなみたいなのあっても、遠慮なく、ぜひコメント欄に書いて、あの、弁護士賞に質問してください。あと、なんか皆さんもぜひ、その匂いとか、何か五感と釣りに関係するようなエピソードなどあったら、ぜひ。 コメント欄までお願いします。<laughs> うん、あの恋愛相談以外は全部受け付けます、ね。<laughs> だそうですので、よろしくお願いします。あと、このちゃえっ、ー、とチャンネルのチャンネル登録と動画へのグッドボタンもお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ、有吉さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃ、またね。